C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。今日はお客様からいただいた質問で、カットしていて難しい髪型はありますか？っていう質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。美容師あるあるみたいな話になるんですけども、美容師としてカットしていて難しいっていうのは、2パターンあるんですけど、髪質がすごく難しい方、それからもうデザイン的に難しい方、技術的に難しい方とかね、いろいろあるんですけども、お客様のイメージ、質問したイメージを想像するに、技術的に難しい髪型はありますかっていう感じだと思うんで、それについてお答えしたいんですが、これだけは多分というか、ほぼ 100% 一番難しい髪型っていうのがあります。これは角刈りですね。こういうこうね、ピッピッっていう、こうピッピッっていう髪型なんですけど、僕は理容出身なんでやっていましたけども、そのやはりうまいとか下手とかがもうすぐ出る髪型ですね。なぜかっていうと、想像してくださいね。髪型って、髪の毛が下にこう寝て降りてきて、重なり合って、こう下の毛はここ、上の毛はここって言って、こう重なり合って髪型になって、シルエットができて、例えば下でパツンってこう切ったとするじゃないですか。こうパツンってね、ボブなんですけど、ワンレングスって言われてる、段も何も入ってないボブですね。今だと、ちょっと技術的には簡単になっちゃいますけど、こう切りっぱなしボブみたいなね、ああいうこう全く段が入ってないボブっていうのは、ここの下の方の毛もここ、上の方の毛もここ、さらに上の毛もここっていう、でみんなこれ揃ってるわけです。そうするとですね、重なり合いっていうのは 100% 重なってるわけですね。ここの毛もこの毛も同じところでこう重なってるっていう、そういう髪型になるんです。これがですね、こうずれてくると、こうグラデーションカットって言って、上の下の毛はここ、上の毛の重なりはその上にこう重なってくる。そうすると切り口がこういうふうにこう斜めにこうなってくるというような感じになってくるのが、グラデーションカットっていうものなんですけど、まずその髪の毛の落ちてくる重なり合いで髪型になってる髪型っていうのが一パターンですね。そしてですね、短くて、立ってる、こうツン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 、ツンツン立つ人立たない人いるんですけど、ツン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 こう立ってる髪型で、立った毛先が髪型になっている髪型、特にメンズのショートのツンツンした感じのものですね。どっちが難しいかっていうと、お互いに難しさはあるんですけど、やはりですね、毛先がもうこのまま形になっているっていう、立った毛先がシルエットっていう髪型の方が僕は難しいと思うんですね。でそこの頂点に君臨するのが、角刈り。専門的に言うとね、ブロースっていうんですけど、ブロースの世界大会とかもあるんですよ。もう壮絶な世界で、もしかしたら YouTube で検索したら出てくるかもしれないですけど、一番難しいのはもう間違いなくブロース、角刈りのカットではないかなと思いますね。あとね、お客様の質問を想像するに、例えばロングとかショートとか、そういう風な感じになってくると思うんですけど、通常のサロンワークで言うなら、難易度的に言えばですよ、難易度的に言えば髪の毛が多くて、ショートの人の方が難しいです。そして、ロングで髪の毛の少ない人の方が簡単です。これはもうしょうがないですよ、そういうもんなんですよ。例えばですけど、想像してくださいね、髪の毛そんな多くない、多くても、ブワッとなったりとかしない素直な毛の方、肩よりも下、具体的に言うとこの肩骨ってあるじゃないですか、肩骨よりも下に行ってる髪型っていうのは跳ねないですね。肩骨よりも上に行ってる髪の毛っていうのはここでこう跳ねていくですけどね、この下にある髪型、しかも伸ばしてるから整えるぐらいでいいっていうお客様の場合にはですね、難易度は非常に低くなります。ただですよ、シルエットとか重さとか、そういったのいろんなことを考えて美容師はカットしているので、単純にだからじゃあ素人でもこう切れるのかっていうことではないと思います。
それはもうプロなんで、ラインとかね、後ろのラインとか、いろいろあります。ただこう、ただですよ、こうバチ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 って切ったら実はこう綺麗に切れるかって言ったらそういうもんじゃないんですよ。さっき言ったようにこう重なってるからね、髪の毛っていうのは。だから切れると思わないでくださいね、素人の方。ただ髪の毛があんま膨らまない、収まりがいいロングの方、毛先整えるぐらいっていう方と、例えばこう、まあ、肩下からショート、ボブよりも短い髪型に切って量が多くて、かなりこう、量感を取らないと軽くならない、いいイメージの髪型にならないっていう人だとしたら、残念ながら同じ時間ではカットできないんですよ。でもね、残念ながらカット料金同じで、ここからパーンって切ってもすごくテクニカルな人でも同じ料金、ここ毛先だけでも同じ料金っていうふうにはなるんですね。だけどやっぱりそれはね、最近僕が思うに、まあ、時間なんですけど、まあ、早く終わる人、早く終わらない人によってですね、まあ、カットの料金っていうのは変わっていってもいいんじゃないかなってちょっとこう思っていて、そこでシーノが最近始めたのは毛先だけ整える人っていうことなんですよ。これはね、カラーリングだけで来た人とかで、伸ばしてて毛先は長さは気にならないんだけど、毛先ちょっとパサついてるのは気になるとかっていう方ですね。そういった方、こう後ろでこうパッ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 パって切って終わりみたいな感じのものは、少しですね、料金を安くするようにしました。それからあとですね、男の子の2ブロックで中だけ気になる、まあ、後ろを買っちゃうと、後ろってこういう風にね、Cのは後ろ上までこうバリカンビッてやって上からかぶせてるっていう2ブロックは絶対作らないんですよ。お客様に望まれればやりますけど、考え方的には、素人でも頑張ればできるような髪型っていうのはプロは作っちゃいけないんです。なので2ブロックこうビーってライン入ってて、上ビューって止めてバリカンビー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 って終わりっていう髪型はCのは作らないです。まあ、美容師は作っちゃいけないと思うんですよ、そういう髪型はね。で、サイドはそうでも、後ろはね、こう自然にキュッとこう締まるように、2ブロックでも切るので、サイドの耳前のこのところだけ、2ブロックのね、そこだけバリカンピュピュピュって取るのはすごく安くやってるんですよ。そういうのあるんですけど、基本的にはカット料金は全体に手を入れると変わらないです。ただ、さっき言ったようにロングの方とロングからショートバーンっていう方では、時間もテクニックもやっぱり変わります。そういった意味では難しいっていうのはショートで毛が多い人、簡単っていうのはロングで毛が少ない人で、スタイルチェンジあんましない人っていうことになるのではないかなと思いますね。よくね、美容師さん泣かせとか言うじゃないですか。僕ね、美容師さん泣かせ大好きで、もう手こずる毛ね、太くて多くてくせ毛とか、切ったらまとまらないから切らないでほしいとかですね、軽くすると癖が出てくる人とかいるじゃないですか。癖毛の人ってね、特にカットしてから2週間ぐらいが落ち着くとか言うんですよね。これはね、まあ、うちは妻がそういう髪質で、すごいね、未だにこうダメ出し食らうんですよね。この前良かったとか、今回良かったとかね、良くなかったとかね、切りすぎたとか言われるんですよ。だけどそういう情報を得られるっていうのは僕はやっぱ幸せで、やはりね、テクニカルな人っていうのは、そのカットした後ですね、次回来た時の情報っていうのを聞きながら美容師がアジャストしていく。だから一発目でうまくいくっていうのはね、髪型うまくいっても、それがこう表面上のもので、実際自分でこうセットしたりとかした時にやりやすいかどうかっていうのは、またその次回っていう形になるので、まあね、よくあるまあね、こう予約サイトみたいなのあるじゃないですか。ちょっとこう言えないですけど、もう今トラブルになって、なってますよ、そのアプリね、のね、こう B って書いてあるアプリね。まあいいや、そこをね、クーポン安いクーポン出てて、こういろんなとこ行くじゃないですか。そうするとね、みんな一発目ですよ、一発目でね、いや、うまくできますよ、うまくできますけど、その表面上にこういい髪型になったとか、表面上に可愛くなったってことあるかもしれないけど、その先に行くことはね、難しいんですよ。せめてやっぱり3回ぐらい、
カットさせてもらって、しかもお客様の方からも前回はこうだったよっていうのを教えてくれないと、よかったですって言ってるだけじゃダメなんですよ。だから一般のユーザーの方見てると思うんですけど、必ずですねこの美容師さんだって決めたら、前回こうでこういうところがやっぱ跳ねてくるんですけど、こうどうなんですかとかっていうのを恥ずかしからずに言うべきですね。そうするとそれにアジャストできる美容師が素晴らしい美容師だと思うんですよね。話戻ると、そういうことです。難しい人は髪の毛多くてショートの人、ロングで髪の毛少ない人はそんなに難しくないと、時間も違いますよ。で、技術的に一番難しいのはこう角刈りだと思います。参考になりましたでしょうか。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。コメント欄に質問をいただけると、しっかり答えさせていただきますのでよろしくお願いします。いいと思った方はグッドマーク、それからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは失礼します。さようなら。